の駅で初めて伺います。浮間船渡公園前の浮間船渡駅、ここの駅は、この北区と合わせて板橋区が隣接しています。今日はその板橋区からも荒川さんが駆けつけてくれました。お願いします。大津駅前ご利用の皆さん、こんばんは。 こんばんは。この北区お隣の板橋区から参りました区議会議員をしております荒川直です。どうぞよろしくお願いします。私は8月9日長崎で行われた平和式典に出席をしました。この中で安倍首相、全く核兵器禁止条約について触れることはありませんでした。多くの国民が広島、長崎を繰り返さない、そのために日本政府が核兵器禁止条約に批准をすることを求めていることを私は実感をしました。そしてこの被爆地長崎で被爆体験あった方にお話を聞きました。4歳の時に被爆をし、そして小学生時代には被爆が原因でいじめられた、何度も死のうと思った、こんな経験二度と繰り返してはいけない、そうお話をしてくれました。核兵器をなくすことはもちろん、二度とこの広島長崎を繰り返さないためには、やはり武力は持たない、戦争はしないと決めた憲法9条、この憲法9条を守り生かしていく必要があります。今度の国会で安倍首相は憲法9条を変え、海外で自衛隊が武力行使できる、そのための改憲発議を行おうとしています。私は両親も戦後生まれですが、皆さんの大きな思い、そして戦争体験者から聞いてきたお話、これを聞き、二度とこの日本で戦争させない、そのためには憲法9条を守り生かす、この立場で多くの皆さんと共に戦ってまいります。今日この場所で安倍9条改憲の3000万人署名に取り組んでいます。ぜひ皆さん、この3000万署名ご協力ください。先日板橋区内に住む高校生と話をしました。この安倍政権が今憲法9条を壊そうとしていること、なぜそんなことをやろうとしているのか僕にはわからない、そう言います。そしてその高校生、おじいちゃんが戦争を体験したそうです。その話を聞いて、絶対に繰り返したくない、僕にも何かできるか、そしてこの署名に協力をしてくれました。この輪がどんどんと広がれば、今安倍政権が行おうとしているこの改憲の動き、そして戦争する国づくり、必ず止められます。ぜひ皆さん、今日ここで行っております安倍9条改憲の3000万署名ご協力をお願いします。そして皆さんの大きな世論で憲法9条を壊そうとする安倍政権にしっかりと審判を出していこうではありませんか。私たちも野党共闘、そして皆さんの大きな世論で必ず戦争する国づくりを許さない、この社会を10年、30年と起こしていけるように頑張っていきます。ぜひ皆さんご一緒に頑張っていきましょう。どうもありがとうございました。ありがとうございます。やはり若い人が立ち止まって聞いてくれると本当に嬉しいです。ありがとうございます。続いてのスピーチ